はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビージュです。では今回は信長の野望早々戦国志士な小早川秀秋でのプレー続きをやっていきたいと思います。東西完全に真っ二つになって、家康の東軍、三成の西軍に分かれて戦っているわけなんですが、現在ですね、小早川勢は犬以上に釘付けにされているという状態です。なんといっても北条勢を取り込んだ徳川勢がかなり強くてですね、この犬以上から前に進めない状態が続いています。で、一方ですね、三成の方も、飯田城に敵の侵攻、徳川勢の侵攻を受けていて、かなり厳しい状況になっているというところなので、こちらはですね、援軍の要請をしながら戦っていかなきゃいけないところにはなるんですが、とはいえ、太田に含めて敵がどこまで出てきてくれるかというと、ちょっと難しいところなんですよね。豊臣をもう少し引っ張ることができれば、流れも少し変わったかなとは思うんですが、残念ながら、豊臣秀頼公自ら出馬という状態にはならないので、まずは犬以上を出仕するところからになるかなと思っています。では福島正則隊ですね、これを犬以上の背面に回り込ませましょう。で、兵糧が不足している中、かなり厳しいんですが、飯田城が落とされると、一気に、徳川勢が美濃尾張へと侵攻してくる可能性があるので、小早川秀秋は本隊を率いて飯田城の救援に向かいますと。というところで、引き続き今回もですね、東西真っ二つの中戦っていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まずは内政とかもやりたいけど、お金もなければ何もないっていうね、かなり厳しい状況ですよね。リソース面が何もないので、敵はどこまで来るかと、井伊直政隊まで来ていて、佐竹、さらには小畑、世良田隊、合わせて1万5000ぐらいの軍になってますかね。この1万5000の軍を相手に戦うのちょっと厳しいな。一旦内騎城で待機しましょう。様子を伺うっていうね。で、掛川城に関して言うと、落とせるなら落としちゃいたいな。ただ、北条早雲隊相手に戦うのは難しいな。いや、ここは確実かにしこまりました。犬以上防衛しに回りましょう。城が取り囲まれました。犬以上確実に表情を始防めま衛しすょるう。報方告がしますね。重要ですね。報告しますね。これが先月の収支ですね。報告しますね。お金が全くない、兵糧も全くないっていうね、なかなか厳しい状況の中、どうだ？この飯田城が落ちると、三成勢が徳川の最前線にいなくなってしまうので、なかなか厳しい状況になるけど、どうだろう、これ守りきれるのかな。小早川秀秋を投入、戦線に投入したら、なんとか状況を打開できるっていうなら、全然出すんですけどね。最終防衛ラインはやっぱりこのキオスになるのかな。飯田城はちょっと捨てざるを得ないのかな。ちょっと様子を見ていきましょう。我が王の城、包囲されました。敵が我が領内に向かっで、ており浜ます。松城に5900。こっちの相手をした方がいいね。浜松城を守る戦いをした方が良さそうですね。出陣する。
北条早雲相手によく戦ってくれたね、本当に。かなり厳しい戦いだったんじゃないかと思うけど、なんとか犬以上は守りきれそうな感じで、米も補充されましたね。お金も少し余裕が出てきたので、水田作っておきましょう。まあ、本当にね、リソース面でかなり厳しい状況に追い込まれているので、まあ、そこをいかに乗り切るかと。表情を始めましょう。報告しますね。これが先月の収支ですね。報告しますね。さあ、軍を動かせるところがあるかというと、金松祭、これが6300出せるのは本当にありがたいね。で、犬以上に7300、この7300がきついな、正直言って。きつい。犬以上の防御力を少し上げていかないと、前線でかなりすり減る戦いが続きそうですね。犬以上は疾患する可能性があるな。早々に北条早雲隊を追い払わないと危ないかな。止まれ。で、福島正則が踏ん張ってる間に浅野幸長の隊をやるとするか。我が領内に敵が迫っております。2正面から戦いましょう。表情を始めましょう。報告しますね。報告しますね。これが先月の収支ですね。報告しますね。で、浅野隊は一旦目標を犬以上に変えるようですね。つまり犬以上が、敵の標的になるわけだな。で、徳川勢は織田二の攻略に飛びかかってるね。いやー、どうだろう。少し情勢が悪化してきてる感じがしますね、正直。で、東道高虎隊は、ここで西軍が東に回って犬以上の東側に回り込むのを防ぐ構えを見ていいのかな。こうなると正面から戦わざるを得ないのか。山内和豊隊もこれ以上東には進ませないぞっていう構えになってますね。しょうがない。ここは犬以上を死守するために軍を出しましょう。ただここ犬以上がもし落ちてしまうと、かなり兵を割いたので、この先が少し心配になりますね。んで、地元はというと、それほど兵は溜まってないね。それほどというか、全く溜まってないって言っていいだ。我が領内に敵が迫っております。我が方の城包囲されました。逃げたければ逃げなさい。やっと北条早雲叩いたのか。めちゃくちゃ時間かかった な。敵将捕らえたり待機しろ。表情を始めましょう。これが先月の収支ですね。さあ、美濃の状況が気になるな。
ミノアというと苗木城が落ちますね。苗木城が落ちるとトリミネから一気に終わり方面に進行される可能性もありますね。困ったな。清洲城あたりは最終防衛ラインに設定しつつ早急に兵の回復をしていかないとまずいけどな。金がないね。金が、今犬以上は戦闘中なので城の回収ができない状態になってますんで、まあ、これを少しでも早く回復させていきたいけど、まあ、まずはここか。犬以上はもう完全に平城みたいなもんだからね。秀頼公から兵糧880を受領しましたね。よし、帰っていくかな。一度こちらも兵を引きましょう。ご命令ください。報告しますね。これが先月の収支ですね。報告しますね。そしたら回収したいけどお金がなくてできないか。え、お金6726あっても無理なの。最前線の犬以上は少し耐久を上げておきたいんですが、米を売る度胸もないしね。いや、困りましたね。犬以上か。犬以上は本当にもう少し耐久力を上げて、せめて縄文だけでも強固なものに変えておかないと、このあとおそらく敵の徳川、浅野、池田かな、山の内ですね、この辺りから総攻撃を受ける可能性が一番高いところにいるので、ちょっと考えものですね。どうするか。一番いいのはやっぱり兵糧を少し売ってでも金を工面した方がいいのかな。ちょっと取引で米を少しだけ売ってみましょうか。でこの状態で回収ができるか。できないね。お金が足りないか。米を売ったのに金が足りないか。兵糧が心もとないなと。40日18日なんとか戻りきれそうですね。ご命令ください。報告しますね。これが先月の収支ですね。報告しますね。いや、そうなるといよいよ厳しいね。城の回収ができない理由をもう一度ちゃんと確認しましょう。お金が足りない。いや、お金はだってさ4936あるよ。あ、そうか、ここは委任してるんだな。犬以上に関しては犬以上委任済みか。ちょっとここは自分の雰囲気にしたいな。直轄にしたいですよね。敵が我が領内に向かっております。犬以上に9600。この9600っていうのが雪村対4100。いやー、雪村対4100に小浜光孝対5500、合わせて1万か。
これが犬以上に来るわけだな。そうするとだ、兵糧が足りなくて出陣できないってなるんだよね。犬以上捨てざるを得ないのか。いや、そんなことはしたくないな。いやー、米売ったのが完全に京都出ましたね。犬以上徳川に明け渡すのか。そうするとどうでしょう、三河あたりが一気に出艦する可能性がありますね。犬以上までは誰も届かないんですよね、援軍も含めて。掛川に秀信、織田の援軍を要請して鉢合わせすることを願いますか。そしたら雪村隊がスーッと入ってきましたね。スーッと。これさ、お米を売ってどこまで、お米を買ってどこまで軍が出せるようになるかっていうと、ありがとうございました。知れてるよなこの量だと。出せないんだよね。5000も出せないか。3000しか出せないのか。3000しか出せないってなるとしょうがない。犬以上は出るとするか、捨てましょう。放棄せざるを得ない形になってしまったな。騎乗する。敵が我が領内に向かっております。浜松城に来るよね。いや、なんとなく分かってたよ。浜松城には久喜義高隊を援軍として頼みましょう。しましょう。なんとか久喜隊が来るまで持ちこたえてくれれば、浜松城は失いたくないですからね。米が入ってくるまであと5ヶ月、まだまだあるね。城が取り囲まれました。止まれ。久喜隊がどこまで来てるかというと、4900の軍勢で、あともう少しかな。削られ方もえげつないな。しょうがない、ここは遺憾ではありますけど。兵を出してなんとか機体が来るまで持ちこたえるしかないですね。出陣します。ご命令くだされ。報告いたします、報告いたします。まあ同盟はもちろん続けていきましょう。問題は和豊隊は一応生還決め込んでるね。機体が来るまでなんとか持ちこたえてくれ。
東道高虎隊も来てるけど、どうだ、持ちこたえられるか。出陣する。雪村隊は強力だね、めちゃくちゃ強力だね。いやこれは浜松城も疾患するな。徳川の猛反撃を食らってるね。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。浜松城が疾患した場合は次岡崎城で迎え撃たなきゃいけないんだな。そうするとまだまだ敵の数多いけど、久喜義高隊がどこまで頑張ってくれるかですね。戦場を制す我が戦お見せしましょう。浜松城にさらに6300の軍、これは和豊高虎か。徳川勢を押し返しても和豊隊がなかなかきついね。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。さあここが少しターニングポイントになりそうなところなんで少し考えましょう。今連合が一度解散状態になりましたよね。いわゆる西軍東軍東軍西軍っていうくくりが一旦なくなりました。なのでここでもう一度西軍東軍みたいな連合を結成するのか、結成せずに各々で戦っていくかっていう少し分かれ目になりますね。まずはちょっと外交状況を確認しましょう。朝廷外交は 100% か。ってことはまずは一旦徳川と朝廷外交を使って朝廷の権威で停戦した後に連合を作るっていう方がいいのかな。その他のちょっと外交状況を確認しておきましょうか。前田家とは信用が55まで来てるね。金森家はまあいいとして、織田家とは信用100、織田家とも信用100、石田とも信用は100、豊臣家とも100ですね。久喜家に関しても信用は100です。で宇喜多も100、長宗壁も100、吉川は70、毛利も70というところですね。で島津がいて、秋月がいてというところなんですけど、これおそらく連合を組まないと九州は島津が接見するんですよね。それはそれでかなりリスクがあるんで、連合を急いで組んでしまう方がいい気はするんですが、いやここ本当に難しいですね。ちょっと皆さんの意見も聞いて決めようかな。連合を直ちに組んで、再び西軍東軍の構図を作るのか、それとも一旦連合は組まずに個別に、徳川とうまく付き合いながら反攻のチャンスを伺うのか、それぞれメリデメあると思うんですよね。まず連合を組んだ場合なんですけど、メリットとしては、連合を組んでる国同士での戦いはないので、九州とか中国地方、いわゆる西軍が属している国がかなり安定するかなと。で逆にデメリットに関して言うと、徳川と停戦ができない、これかなり大きなデメリットになると思うんですよ。なので、どっちがいいかなっていうところなんですよね。ただ、連合を組まずに個別の大名家と同盟だけを結んでいくと必ずですね、例えば島津と毛利は同盟を結ば、連合に入っていない、同盟を結んでいない状態なので、潰し合いが始まると思うんですよね。そうするとどちらかがめちゃくちゃ大きくなってしまって、この筑前にいる小早川、本拠地小早川領がもうどうにもならない、抜き差しにならない状況になるということを考えると、個人的にはもう一度連合を組んで、尾張で徳川勢を迎え撃つというのがいいかなとは思うんですが、ちょっと皆さんのご意見とかもお伺いしながら、
決めていければいいかなというふうに思いますので、まあ、ぜひぜひあのチャンネルのコメント欄もしくはあのツイッターの方でも結構ですので、こうした方がいいんじゃないとかこういう策はやめたらとかですね、お気づきの点があれば、教えていただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で、動画の更新状況とあと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。